ホンダ CBR ホンダ CBR1000RRCBR1000RR はホンダ技研工業が生産販売を行っているオートバイである日本国外モデルにはファイアーブレードのペットネームが与えられている CBR1000RR は CBR954RR の後継者として2004年4月20日に発売された HRC のワークスマシン RC211V のレプリカというコンセプトのスーパースポーツモデルでリアサスペンションのユニットプロリンクや市販車で初めての採用となる電子制御、ステアリングダンパーのヘズドなど RC211V で培われた技術を数多く取り入れられた外観デザインも RC211V を踏襲し左右独立のヘッドライトやや シートカウル交端に排出口がレイアウトされるセンター出しマフラーが採用された。フロントブレーキにトキコ製のラジアルマウントキャリパーを採用し、リアブレーキは従来通り微信工業のキャリパーを採用した。電子制御方式のステアリングダンパーはカヤバ工業と共同開発した。ユニットプロリンク方式のスイングアームを採用したことで、 CBR-954RR に採用されていたピボットレスフレームは採用されていない。また、CBR-954RR の 170kg に対し 181kg と重量は増加した。ファイアーブレードのペットネームについては、CBR-900RR シリーズを初代から担当開発していた。 ババタダオ上席研究員がホンダを定年大社、このモデルから CB1300 スーパー4や CBR600RR の開発を担当した福永主任研究員に引き継がれ、それを受けて以前のババタダオが担当したファイアーブレードと区別するためにファイアーブレードへと変更がなされた。パールフェードレスホワイト2004年使用3月31日に CBR954RR の後継モデルとして以下のカラーバリエーションで発売された。2005年 C をマイナーモデルチェンジにより、モートジッピーワークスチーム、レプソルホンダの RC211V と同一色が限定車として発売され、カラーバリエーションが以下のように改められた。ハザードランプを標準装備した。2006年に、 初のモデルチェンジを行い、以下のような改良によって輸出用モデルで 3kg、日本使用モデルで 4kg の軽量化が行われた。変歴2006年、キャンディ・フェニックス・ブルー2006年使用、モデルチェンジを行い、以下のカラーバリエーションで発売された。2007年使用2006年11月13日に2007年使用として、 トリコロールカラーの受注限定仕様が発売され、カラーバリエーションが以下のように改められた。また、モートジッピーにおけるニッキー・ヘイデンのライダータイトル、及びコンストラクタータイトル獲得を祝して2007年2月21日には900台の生産台数限定でレプソルカラーの限定仕様が発売された。2007年10月1日に2008年型モデルとして、 フルモデルチェンジが行われた。エンジンと車体をすべて新設計として約 6kg の軽量化が行われた。外観衣装はカウリングが小型化され、フロントウィンカーとポジションランプがミラー内蔵式に変更された。マフラーはセンターアップタイプからショートタイプのアンダーマフラーへ変更され、これに伴いスイングアームが延長されガルアームが採用された。クラッチは 油圧式からワイヤー式に変更されてアシスト付けスリッパークラッチが採用された。発表当初は輸出仕様のみ生産されていたが、日本仕様も2008年7月11日に発売され、9月5日に追加色としてトリコロールカラーも発売された。2009年2月17日にはスーパースポーツ車両としては初となる アンチロックブレーキシステムを装備した CBR-1000RR-ABS が追加発売された。変歴2008年仕様、フルモデルチェンジを行い、以下のカラーバリエーションで発売された。また、2008年12月4日には2008年12月4日から2009年1月13日の受注期間限定でレプソルカラーが発売された。2009年仕様、 スーパースポーツ用電子制御式 ABS を搭載した ABS 仕様を発売するとともにカラーバリエーションが以下のように改められた2010年仕様走行中のトルク変動緩和を目的としたフライホイールやクランクシャフトの改良を行うとともにカラーバリエーションが以下のように改められた2011年仕様カラーバリエーションが 以下のように改められた。2011年9月23日に4代目となる CBR-1000RR を発表し、12月15日より発売した。大きな変更点として、サスペンションがビッグピストンフロントフォークとバランスフリーリアクションになり、ホイールが12本、スポークタイプに換装されている。ヘッドライトは直線的な衣装となり、 インストルメントパネルはタコメーターがバータイプとなり、ギアポジションインジケーターがこのモデルで初めて装備された。ショートマフラー、ウインカー内蔵型ミラーは踏襲された。変歴2012年使用、モデルチェンジを行い、前後サスペンションに新機構が採用されるとともに、以下のカラーバリエーションで発売された。なお、今回のモデルは1992年の初代。 CBR-900RR Fireblade の発表から20周年記念にあたり 20th Anniversary のステッカーが重複される。2013年使用カラーバリエーションが以下のように改められた。また、2012年11月12日から2013年1月7日の 受注期間限定でレプソルカラーが発売された SP バージョン2016年10月のインターモトにおいて欧州仕様の CBR-1000RR Fireblade SP SP2 が先行公開され同年11月のミラノショーで通常仕様が公開された後2017年3月17日より日本国内仕様が発売された なお国内仕様は通常モデルと SP のラインアップとなる。このモデルより平成28年排出ガス規制及び平成26年平成28年騒音規制による欧州との規制共通化により日本国内仕様のエンジンスペックは欧州仕様とほぼ同一になった。車体は全面刷新により軽量化されスタイルも変更されたが内容としては SC59 のマイナーチェンジといった変更となっている。フレームとエンジンは完全新規設計ではなく、SC59 をベースに改良程度に止めた。シリンダーヘッドやバルブハサミ角が変更され、パワーが向上したが、他社ライバルメーカーと比較すると、全体の内容としては、フルモデルチェンジとは言い難く、少々の改良をした程度であり、世界選手権等では、 苦戦を強いていてる車両の電子制御に関する技術は多数搭載されており、パワーセレクターによるエンジン出力の調整だけでなく、トルクやエンジンブレーキの制御機能を組み合わせて走行できるようになり、ABS や走行中の姿勢を判断する意味も装備され、SP にはオーリンズのスマート EC システムによるサスペンションの電子制御も追加されている。 さらに SP のバッテリーには軽量化を考慮してリチウムイオンバッテリーが搭載され通常仕様にもオプションで搭載可能となっている。なお通常 SP 仕様とも透過類はすべて LED となりメーターもカラーの液晶画面式となった。2017年6月5日より CBR-1000RRSP にも日本国内仕様が限定発売される。SP 仕様から エンジンの内部バルブ構造などが変更された上、前後ホイールがマルケジーニのものに換装される。なお2017年モデルについては、全世界500台、日本国内35台限定となり、注文数オーバーの場合は抽選となる。日本国内では1089名の申し込みがあり、約30倍の倍率となった。2019年11月5日、 イタリア・ミラノで開催された、イコーマ2019の中で、フルモデルチェンジが発表された。社名も、CBR-1000RRR となり、R が一つ増やされている。開発者によれば、従来本シリーズがワインディングをターゲットとしてきたのに、対し、本社はサーキットを主なターゲットとしている。エンジンのボアストロークを、ロードレース世界選手権用マシンである。 ホンダ RC213V と同一としたほか、その他の部品についても、かなりの部分を RC213V と同一サイズとしているが、これは、モートジッピーのノウハウをそのまま本社に取り込めるように、するため。その結果、かつてのモートジッピー用マシンである RC211V よりもパワーが出ているという。 また可変バルブ機構については、今回は出力とエミッションを両立できたので、採用していないが、今後必要になることを想定し、いつでも出せるように準備はしてある。空力面では、加速時のウィリーを抑え込むために新たにウィングレットを採用し、先代に比べ、フル加速時では0.6秒早いという。販売対象国によって細部に違いはあるものの、 対別して、欧州仕様、EU 仕様、北米仕様、日本仕様の3つに分けることができる。日本仕様と比べて、欧州仕様と北米仕様は、ファイアーブレードのペットネームを持ち、カラーパターンが異なり、車体番号の代わりに、車両識別番号が打刻されるなどの違いがある。日本において、台数限定で発売されており、 欧州仕様をベースに、レース走行に、不要な保安部品を取り外され、エンジンや、駅などが、レース用の設定に変更された仕様で、日本の自動車検査登録制度においては、登録が出ず、行動走行はできない。ありがとうございます。